そのスーツ、普通15万はするんですよ。そこはそんなに宣伝しているブランドじゃないんですね。知る人ぞ知るというか、本当にいいものを作ってるんで、お得意さんだけで十分なのかな。商品説明のところにも、普通は売りになるような言葉を書くはずなのに、私は着てません、京都からですって素っ気なくあっただけでしたね。でも生地に鼻をつけて嗅いでも匂いが染みついていることはなかったですね。火事の次の日、クリーニング屋のご主人が挨拶に来たんですね。あ、やっぱり燃えちゃったんだと思っていたら、これだけ無事でした。クリーニングは済ませてありますから、ご迷惑をおかけしまして。ご迷惑をおかけしましたから。やっぱり寝ている時に起きることが多かったですね。すごく睡眠が浅くなった気がするんですね。だから朝になっても疲れが抜けなくて。
春に入社して夏でしょ？ちょっと常識がなさすぎだって思ったけど。これを逃しちゃダメだと思いましたね。意味はないんですけれど、何かあったら嫌なので。